メルバの肖像写真、ヘンリー・ウォルター・バーネット撮影。ネリー・メルバは、当時イギリス領であったオーストラリア出身のオペラ歌手、ソプラノ、ヘレン、ネリー・ポーター・ミッチェルとして生まれ、後に、君赦位を与えられてからは、損傷を負して、デーム・ネリー・メルバと呼ばれた。メルバは、ビクトリア朝後期から20世紀初めにかけて、最も有名な歌手の一人であった。また、 クラシック音楽の音楽家として国際的な名声を得た最初のオーストラリア人であった。メルバはメルボルンで声楽を学び地元オーストラリアでそこそこの成功を収めた。その後結婚したがすぐに離婚し歌手としての活躍の場を求めてヨーロッパに渡った。1886年ロンドンで仕事を得られなかったメルバはパリに移って声楽を学び直し、 やがて、パリやブリュッセルで大成功を収めた。ロンドンに戻ったメルバは、1888年から、コベントガーデンのロイヤルオペラハウスで、主演のリリックスオプラノを務めるようになった。ほどなくして、メルバは、パリでもヨーロッパ各地でもさらに大きく成功し、また後には、ニューヨークのメトロポリタンオペラにも1893年に、デビューし、大成功を収めた。 メルバのレパートリーは狭く、キャリアを通して25ほどの役しか演じなかったし、特に頻繁に演じたのは10役に過ぎなかった。オペラでも、特にフランスやイタリアの作品を得意とし、ドイツオペラはほとんど歌わなかった。第一次世界大戦の間、メルバは戦争関係のチャリティ活動を行い巨額の資金を集めた。20世紀になってからは、母国オーストラリアにもしばしば帰国して、 オペラやコンサートに出演し、メルボルン近郊に家を建てた。メルバはメルボルンの音楽院において、更新の指導にも活躍した。メルバは死の直前の数ヶ月にも歌い続け、お別れの出演機会は伝説的な回数になった。彼女がオーストラリアで死去した際には、英語圏全体でニュースとなり、葬儀は大きな国民的行事となった。メルバは ビクトリア植民地リッチモンドで、父、デイビッド・ミッチェルとその妻である母イザベラ、旧制ドーンの間に最初の子供として生まれ、後に定前が次々と生まれて7人兄弟の長子となった。父はスコットランド人で1852年にオーストラリアへ移住し、当地で建設業者として成功しつつあった。メルバは地元の寄宿学校で教育を受け、 メルボルンのプレスビテリアンレデ,ディースカレッジに進んだ。メルバはマヌエル・ガルシアの弟子だったメアリー・エレン・クリスチャンやメルボルンで音楽教師として尊敬を集めていたイタリア人テノール・ピエトロ・チェッキに声楽を習った。10代の頃のメルバはメルボルン市内や近郊のアマチュアコンサートに歌手として出演し続けながら教会でのオルガン演奏も行っていた。メルバの父は 彼女が音楽を勉強することは奨励したが、歌手を職業とすることには強く反対した。1880年、母が急成した後、メルバはクイーンズランドに移った。1882年12月、メルバは、サー・アンドリュー・アームストロングの一番下の息子であった、チャールズ・ネスビット・フレデリック・アームストロングと結婚した。夫妻の間には、一人息子ジョージが、しかし、 この結婚は長続きしなかった。チャールズは一度ならず妻、メルバをオーダーしたと伝えられている。結婚後一年余りで二人は離婚し、メルバは歌手として生きることを決意してメルボルンに戻り、プロの声楽家として1884年にコンサートにデビューした。地元での成功を得たメルバは機会を求めてロンドンに渡った。1886年、 プリンシズ・ホールでのデビューは、ほとんど反響がなく、サー・アーサー・サリバン、カール・ローザ、オーガスタス・ハリスらに売り込みをした者の,の仕事を得ることは、できなかった。そこでメルバは、巧妙な声楽教師であったマチル・デ・マルケージの下で、学ぶべく、パリへ移った。マルケージはたちまちこの若い歌手の素質を見抜き、ついにスターを見つけたわ。と叫んだという。メルバはめきめきと実力を伸ばし、 この年12月に、マルケージの家で行われた、マチネムジカーレにおいて、アンブロワーズ、トマのハムレットからの曲、マッドシーンを、作曲者トマが臨席する場で歌うことを許された。若きメルバの才能は目覚ましく、マルケージの下で一年足らず、学んだ後、工業主、モーリス・ストラコシュから10年契約が申し込まれた。メルバが、この契約に署名した後になってから、 ブルッセルのモネ劇場からより条件の良い話が舞い込んだ。しかし、ストラコシュは契約解除に応じなかった。メルバは絶望に打ちひしがれたが、この問題はストラコシュの休止によって運散無償した。1887年10月12日、メルバはモネ劇場のリゴレット・ジルダ役でオペラデビューを果たした。批評家、ハーマン・クレインはメルバのジルダについて、 最も強烈な部類の、たちまちの大成功であり、その数日後には、椿姫のビオレッタ役がこれに続いたと評した。この時から、マルケージの助言を受け入れたメルバは、出身地メルボルンの名を縮めた芸名、メルバを名乗るようになった。1888年5月、メルバは、コベントガーデンのロイヤルオペラハウスにおけるデビューを、ランメルモールのルチアの主役で飾った。 この時の評判は好意的だったものの絶賛というわけではなかった。ミュージカルタイムズ氏は、マダム・メルバは達者な声楽家で、明るいソプラノを誠に上手に表現していたが、誌的な舞台で偉大な存在となるのに、不可欠な個性的魅力に欠けたところがあると評した。当時、ロイヤル・オペラの責任者だったオーガスタ・ソ・ハリスは、続くシーズンの演目であった仮面舞踏会では、大役ではない故障。 オスカルをメルバに配役した。メルバは二度と戻る前と決心して、イングランドを離れた。翌年、パリのオペラ座で、ハムレットのオフェリを演じ、タイムズ紙はこれを、素晴らしい成功と評し、マダム・メルバは、自在に操ることができる声の持ち主であり、その演技は表現力豊かで、胸を打つものであったと報じた。メルバは、ロンドンでも、コベントガーデンにおいて、重きをなしていた。 グレー白爵夫人という以前より強力な支援者を得た。メルバはロンドンに戻るよう説得され、ハリスは1889年6月のロメオとジュリエットでメルバをジャンドレスケと共演させた。後にメルバは私がロンドンで成功した日は他でもないあの1889年6月15日でしたと回想している。このロンドンでの成功の後、メルバは パリに戻り、ハムレットのオフェリ、ランメルモールのルチアのルチア、リゴレットのジルダ、ファウストのマルグリート、ロメオとジュリエットのジュリエットを演じた。フランス語で書かれたオペラ作品では、メルバはうまく発音ができなかったが、作曲家、レオドリーブは、彼女が歌うなら、フランス語だろうと、イタリア語だろうと、ドイツ語、英語、中国語などなんであっても構いはしない、と言ったと伝えられている。 オルレアン号フィリップ1890年代初め、メルバはオルレアン号フィリップと関係を持つようになった。二人はロンドンで一緒にいるところをしばしば目撃され、ゴシップの種になったが、その後メルバがヨーロッパを横断して、ロシアのサンクトペテルブルクで皇帝ニコライ2世の午前演奏に向かった際には、オルレアン号が彼女の後を追い、途中のパリ、ブリュッセル、 ビーンとサンクトペテルブルクで一緒にいる二人が目撃されて疑いはいよいよ高まった。メルバのとアームストロングはメルバが貫通を犯し相手はオルレアン公であるとして離婚訴訟を起こしたが最終的には説得されて訴えを取り下げた。オルレアン公はほとぼりを覚ますため2年ほどアフリカ旅行に赴くことを決めた。コートメルバの関係は そのまま立ち消えとなった。1890年代前半、メルバはミラノのスカラザ、ベルリンのクロル歌劇場、ウィーン国立歌劇場などヨーロッパの主だった歌劇場に出演した。メルバは1893年にコベントガーデンで道化師のネッタを演じたが、これはこの作品のイタリア初演の直後のことであった。作曲したルチェーロ・レオン・カバルトもこの上演を見ており、 これまでこれほど素晴らしく上演されたことはないと評したと伝えられた。同年12月、メルバはニューヨークのメトロポリタン歌劇場の舞台に初めて立った。コベントガーデンでのデビューの時と同じようにメルバはランメルモールのルチアを演じ、これまたコベントガーデンと同じように評判は今一つだった。ニューヨークタイムズはメルバを称賛して人間の喉から発せられたものとしては、 最も愛らしい声の一つ、ただただ満ち足りた、豊かで純粋な甘美さを感じさせると評しながら、この作品はもはや時代遅れで、足を運んだ観客も少なかったと報じた。この年のシーズン後半に上演された、ロメオとジュリエットへの出演は大成功となり、メルバはアデリーナ・パッティの後を継ぐ当時最高の、プリマドンナとしての名声を確立した。メルバは当初、 メトロポリタン歌劇場の顔面な上流木取りに当枠した文学者ピーター・コンラッドはロンドンでは王族と親しく接していたメルバもニューヨークでは歌う方向人に過ぎなかったと記した批評形から好評を得たメルバは社会的名声を求めそれを手に入れたファウストのマルグリートに奮したメルバ1890年代からメルバは コベントガーデンで幅広く様々な役を演じるようになったが、その大部分はリリック・ソプラノの役だったが、より重い役も含まれていた。メルバはエルマン・ベンベルグのエレーヌやアーサー・ゴーリング、トーマスのエスメラルダで主役を演じた。イタリア語のオペラの役としては、リゴレットのジルダ、アイーダの主役、アイーダ、オテロのデズデーモナ、マスカーニのランツァウケの人々のルイーザ。 道化師のネッタ、セビリアの理髪師のロジーナ、椿姫のビオレッタ、ラ・ボエームのミミなどを演じた。フランス語のオペラの役としては、ロメオとジュリエットのジュリエット、ファウストのマルグリート、ユグノー教徒のマルグリットド、バロはメルバのために書かれた役とされる、サンサーンスのエレーヌの主人公、エレーヌ、カルメンのミカエラがあった。メルバが、 脇役に過ぎないミカエラ役を演じたことについては驚きを表明した文筆家もいた。メルバはこの役を何度も演じ、回ロ録でも一体なんでプリマドンナは脇役を歌っちゃいけないのか、その頃もわからなかったし、今でもさっぱりわからない。こんな芸術絡みの気取りなんて大嫌いと述べている。メルバはミカエラ役を主役カルメンをエマカルベやゼリーデイコールルさん。 マリアガエがそれぞれ演じる舞台で務めた。ユグノー京都のマルグリット・ド・バロアも主役ではないが、メルバは主役、バランティーヌを演じたエマ・アルバーニに次ぐ、セコンダ・ドンナを進んで務めた。メルバは自分のお気に入りの役で競合しない歌手たちには、気前よく支援をしていたが、メルバの伝記を表した、JB ・スティーンの言葉を借りれば、他のリリック・ソプラの歌手たちには、 的的なまででに批判的であったというメルバは、ワーグナー作品の歌手としては有名ではなかったが、ローエン・グリンのエルザや、タンホイザーのエリーザベトは、しばしば演じていた。こうした役どころでもメルバは一定の評価を得ていたが、クラインは、こうした役はメルバに適していなかったと評しており、ジョージ・バーナード賞も、メルバの歌い方には、優れた技術があり、芸術的であるが、 知性に欠けてていいると考えていたメルバは1896年にメトロポリタンオペラでジークフリートのブルンヒルデを演じたが、これは成功しなかった。メルバがメトロポリタン歌劇場で最も頻繁に演じたのは作曲者、グノーの指導の下で学んだファウストのマルグリートであった。メルバはモーツァルトのオペラを歌うことは全くなかったが、モーツァルト作品こそ彼女の声が 理想的だと考える者も,もいた。メルバのレパートリーは、その経歴を通して25役しかなく、タイムズ紙の不法には、そのうち10役程度だけが、メルバのものとして思い出されることだろうと記された。メルバとアームストロングの婚姻関係は、二人が息子を連れて合衆国へ移った後、1900年に、テキサス州で、アームストロングがメルバを離縁して終わった。今や英米で、 トップスターとしての地位を確立したメルバは1902年から翌1903年にかけて初めてコンサートツアーのためにオーストラリアへ帰還しさらにニュージーランドでもツアーを行ったツアーの収益はかつてないほどの規模に達したその後もメルバは同様のツアーを引退するまでにさらに4回行ったイギリスではメルバはプッチーニの ラ・ボエームの普及に貢献した。1899年には、プッチーに時々の指導を受けて、耳役を初めて歌った。この新しい、貴族なオペラに対して、コベントガーデンの経営陣が示した否定的姿勢に、真っ向から立ち向かい、この作品をさらに上演すべきであると強く主張した。メルバの主張の正しさは、 聴衆がこの作品を熱烈に支持したことによって明らかになり、さらに、後々までコベントガーデンで長く共演することになる、エンリコ・カルーソーとの初共演が1902年に実現したことによって不動のものとなった。1907年には、オスカー・ハマースタイン一世が経営するニューヨークの歌劇場でミミ役を演じ、興行に必要とされていた弾みをつけた。 1880年代にブリュッセルやパリで最初の成功を収めて以降、メルバは大陸ヨーロッパ諸国においては出演機会に恵まれておらず、もっぱら英語圏諸国だけが心から彼女を歓迎していた。メルバはコベントガーデンを私の芸術における故郷と呼んでいたが、20世紀に入るとコベントガーデンへの出演機会は次第に減少していった。 その背景には、1910年から引退するまで、オペラハウスを支配し続けていたサードマス・ビーチャムとの不仲があった。メルバは、私はビーチャムが嫌いですし、彼のやり口も嫌いですと公言しており、メルバの出番が少なくなった背景には、メルバより10歳若いソップラノ歌手、ルイーザ・テトラッチーニが真に登場したことも影響していた。テトラッチーニは、 メルバの後を継ぐかのように、まずロンドンで、後にはニューヨークでも大成功を収めた。さらに、メルバ自身がより多くの時間をオーストラリアで過ごすと決めたことも出番の減少の三つ目の理由となっていた。1909年、メルバは自ら感賞的公園旅行と称したオーストラリアツアーに臨み、移動距離は1万マイルに及び、数多くの偏僻な街にまで足を伸ばした。 1911年のオペラシーズンには JC ウィリアムソンの歌劇団と共に講演した。メルバがツアーのコンサートやそこに来る聴衆についてどのように思っていたのかはオーストラリアツアーの計画があったクララバットにメルバが助言したとされるくだらない奴を歌っておやりなさい。そんなものしかわかりゃしないんだからという言葉に集約されている。やはり同僚で 同じオーストラリア出身であったピーター・ドーソンには、ドーソンの出身地であるアデレードについて、3つの P の、マチヨネ・パーソンズと、プブスと、プロスティトゥーツと言ったとされる。1909年、メルバは、メルボルン郊外のビクトリア州、コールドストリームという、小さな町に土地を手に入れ、1912年頃に、クームコテージと称する家を建てた。メルバはまた、故郷リッチモンドに、 音楽学校を設立したが、この学校は、後に、メルボルン音楽院に統合されることになる。第一次世界大戦が勃発した時、メルバはオーストラリアにいたが、戦時下の事前活動に停止し、10万ポンドの寄付金を集めた。この功績が認められ、1918年3月に、愛国的事業を組織した校により、大英帝国勲章デームコマンダーを受けた。戦後、 メルバはロイヤルオペラハウスに意外戦し4年間閉鎖されていた劇場の再開を告げるビーチャム式によるラ・ボエームに出演した。タイムズ紙はコベントガーデンのシーズンがこれほどまでの情熱的な興奮に満ちて始まったことはこれまでなかったことだろうと報じた。しかしメルバ自身のコンサートはレパートリーが限られたありふれたものと受け止められるようになっていた。 そうしたコンサートの一つを取り上げたミュージカルタイムス紙は次のように記した。この日の午後の曲名の中でも特に音楽的興味を引いたのはファウストの宝石の歌プッチーニのアティーオ、リューランスのミネトンカのコハン、トスティのグッバイ、そして予告されていた通りのアンコールハニューの宿アニーローリーだった。見出しの最後のところを見直してみよう。 ザ・ディーバ v a ホーム結構良いではないかディーバ自身が戦慄に乗せて歌い上げているように故郷に勝るものはないそして100人の少女たちに自ら教えるもしデームがその100人の少女たちに自分の美声を授けることができたならこれは結構なことだろうしかしぜひとも音楽家を雇って彼女たちのレパートリーを広げてやってほしい 我々は一年後にミネトンカや宝石の歌や羽生の宿ばかりを100人の新人歌手たちからイヤーというほど聴かされるのには耐えられないだろう。1922年、メルバはオーストラリアに帰国し、大成功を収めた民衆のためのコンサートをメルボルンとシドニーで開催し、定額に抑えたチケット料金によって合わせて7万人の聴衆を集めた。 1924年には、再び、ウィリアムソンと共に、シーズンに臨んだが、この時には、コーラス全員をナポリから招聘したことで、地元の歌手たちの品縮を買ってしまった。1926年、メルバは引退公演として、コベントガーデンに出演し、ロメオとジュリエット、オテロ、ラ・ボエームからの場面を歌った。オーストラリアでは、引退を意味する、さよならと名打った公演を、 きりがないと思われるほど延々と続けたことで語り草となったが、そうした公演には、1920年代半ばの様々な出演機会に加え、1928年8月7日のシドニーにおけるコンサート、1928年9月27日のメルボルンにおけるコンサート、1928年11月のジーロングにおけるコンサートが含まれている。このため、 オーストラリアではデームネリー・メルバよりも数多くのさよならという言い回しが生まれた。1929年、メルバは最後となったヨーロッパへの旅からの帰路にエジプトを訪問したが、そこで熱病を患ってしまい、最後までこれから感知できなかった。ロンドンでの最後の公演は1930年6月10日の事前コンサートであった。メルバは オーストラリアへ帰国できたが、1931年にシドニーの聖ビンセント病院で69歳の生涯を閉じた。死因は以前にヨーロッパで手術した顔面の外科手術が元で悪化した敗血症であった。葬儀はかつてメルバの父が混留し、メルバが10代の頃に聖火隊に加わっていたメルボルンのスコッツ協会で盛大に行われた。 葬儀の車列は1キロメートル以上に及び、オーストラリアのみならず、イギリス、ニュージーランド。各国の掲示板には、メルバシストだけ書かれた告知が貼り出された。こうしたもろもろの行事の一部は、後々のために映画に記録された。メルバは、コールドストリームに近い、ビクトリア州、リリーデールの墓地に埋葬された。その墓石には、耳の別れの言葉、アティーを、 センツランカーが刻まれた。メルバは反感を買う存在でもあったが、同僚たちへ様々なインスピレーションを与えることもあり、また若い歌手たちのキャリア形成を支援することもあった。メルバは長くメルボルン音楽院で教え、新たなメルバを探し求めた。メルバはまた、かつてマルケージの下で教わったメソッドを踏まえ、自分のメソッドについての書籍を出版した。 その冒頭には次のように記されていた。上手に歌うのは簡単でも下手に歌うことは難しい。この言葉を本当に受け入れる準備ができている生徒さんはどれくらいいるでしょうか。いたとしてもごくわずかでしょう。生徒たちは微笑んで先生には簡単でしょうが私にとっては違いますと言います。生徒たちはそれでおしまいだと思い込んでいるようです。でも、 生徒たちの成功の半分は、この金言の本当に理解して受け入れるか否かにかかっています。同じことを言い換えれば、上手に歌うためには、簡単に歌うことが必要なのです。他方では、メルバーが称賛したり関心を寄せたことで、恩恵を受けた人々もいた。メルバーは、自分の作ったカデンツァ類を、後輩のガートルート・ジョンソンに譲ったが、これは、声楽家にとっては貴重な、 人財産であった。九百二十四年には、ミラノとパリで成功したばかりで、まだ英米では知られていなかった新人、スタートティダルモンテを、メルバ・ウィリアムソン大歌劇団の主役に抜擢して、オーストラリアで公演させた。九百二十三年に、やはり、オーストラリア出身のソプラノであるフローレンス、オーストラルとコベントガーデンにおいて、オペラの抜粋の舞台で共演した後、メルバは、 オーストラルを絶賛し、この若手歌手を世界的にも驚くべき声の持ち主の一人と称賛した。同じようにメルバはアメリカ合衆国のコントラルと、ルイーズ・ホーマーについても世界で一番美しい声の持ち主だと述べた。メルバはパリで貧困生活を送っていたオーストラリアの画家ヒューラム勢を経済的に支援し、美術界に援護を作っていく支援もした。 オーストラリアのバリトン歌手ジョン・ブラウンリーやテノール歌手ブラウニング・ママリーはいずれもメルバの弟子であり、二人とも1926年のコベントガーデンにおけるお別れコンサートでメルバと共演しており、ブラウンリーは同年の遅い時期に行われたメルバの最後の商業的録音に際して2曲の共演を残している。メルバが登場する蓄雲機の新聞広告、 メルバの初めての録音は1895年頃ニューヨークのジャンニベッティーニのフォノグラフ研究所においてシリンダーに吹き込んだものであった。雑誌フォーナスコープの記者はメルバとラベルが貼られた次のシリンダーは誠に素晴らしいもので彼女の素晴らしい声が驚くばかりの出来で再生されており特に波外れた高音は豊かで明瞭であったと印象を綴った。 しかし、メルバ自身はさほど感銘を受けなかったようで、ひっかくような苦しむ声のような出来を聞いて、私はもう絶対やらないと自分に言い聞かせました。こんな風に歌っているなんて、私に言わないでちょうだいね。さもないと、どっかの無人島に行って済んじゃうわよと述べた。この録音は、一般の聴衆の耳には届かないまま、メルバの意向で廃棄されたものと推測されている。メルバは、その後、 8年間にわたって録音スタジオに入ろうとは、しなかった。メルバの歌声は、音質が良くなかった初期の蓄音機の一つで、メトロポリタン歌劇場の師匠だった、ライオネル・メイプルソンが作った、メイプルソンシリンダーにも、オーディトリアムでの歌唱が数曲残されている。こうした録音は、音質は悪いが、後の商業的録音からは感じ取れない、若きメルバの声や歌い方の質を伝えるところがある。 1904年から1926年にかけてメルバはイングランドやアメリカ合衆国でグラモフォンタイプライターカンパニーやビクターレコードのために多数の蓄音機レコードを吹き込んだその大部分はオペラのアリアデュエットアンサンブルの楽曲や歌でほとんどが CD 化されているメルバの録音の低い音質は初期の商業的録音の限界を反映したものである 特に最初期の1904年のセッションのものなど、メルバが残したアコースティック録音の音源は、声の力強い倍音を捉えきれず、実際の声が持っていたしっかりとした質感や温かみをわずかにしか感じさせない。それでも、こうした録音によって、メルバがほとんど技巧を感じさせない純粋なリリックソプラノの声を持ち、やすやすとコロラトゥーラをこなし、 滑らかなレガートと正確なイントネーションを聞かせたことが伝わる。メルバは完璧なピッチで歌い、批評家のマイケル・アスピノールは、メルバのロンドンでの録音が LP 化された際に、この全集のセットを通して、音が少し外れているところは2音しかない、と述べた。アデリーナ・パッティと同じような、また、声により、多くビブラートをかけるルイーザ・テトラッチーニとは全く、異なる。 メルバの極めて純粋な音調は、合唱曲、三美歌の強固な伝統に親しんでいるイギリスの聴衆がメルバを特に偶像しした大きな理由だったものと考えられる。1926年6月8日、コベントガーデンにおけるメルバのさよならコンサートは、HMV によって録音され、また放送も行われた。 この時のプログラムには、ロメオとジュリエットの二幕も入っていたが、テノールのチャールズ・ハケットが HMV と契約していなかったので録音はされなかった。続いて、オテロ第四幕冒頭、ラ・ボエーム第三幕、第四幕が歌われた。四季は、ヴィンセント・ソベレッツァだった。終幕では、アルダリーのスタンレー教が正式な工場を述べ、メルバが感情のこもったお別れのスピーチをした。 当時としては新しい試みとして、この公演の様子は有線でロンドン市内のグロスターハウスに送られ、そこで SP 版11面分が録音されたが、発売されたのはこのうち3面分だけであった。1976年の HMV の再発版には、この録音のすべてが収められた。公演における歌唱のほとんどがそうであったように、録音において揉メルバは二十世紀初頭の イギリスにおいて標準的であった a イコール四百五十二ヘルツでも、現代において標準となっている a イコール四百四十ヘルツでもなく、フレンチピッチを採用していた。このことと、初期録音の様々な技術的限界から残された録音から。メルバーが実際に歌った。速度と音高を復元するのは、単純なことではない場合がある。一九二十年六月十五日。 メルバは、チェルムスフォードにあったクリエルモマルコーニのニューストリート工場から先駆的なラジオ放送を行い、アリア2曲と有名なトリルを披露した。メルバは、国際的に著名なアーティストとしては、ラジオの生放送に参加した。全国のラジオ愛好家たちがメルバを聞き、一説には、遠く離れたニューヨークでも受信されて聞かれたという。ラジオを聴いていた人々には、 トリルと2曲のアリアがかろうじて聞こえていた。その後のメルバのラジオ出演としては、上日のコベントガーデンにおける、さよならコンサートや、1927年のイギリス帝国に向けた放送があった。メルボルン、ドックランズにある、ウィーターフロントシティのメルバの像1918年、メルバは、第一次世界大戦中の事前活動に対して、大英帝国勲章でームコマンダーを受け、 メイウィッティと共にこの訓意を受けた最初の舞台芸能人となったが、1927年にはデームグランドクロスに昇格した。1927年4月、メルバはオーストラリア人として初めて雑誌、タイムの表紙を飾った。1962年にはメルバを記念したステンドグラスの窓が音楽家たちの教会として知られる。 ロンドンのセントセパルカーウィズアウトニューゲート協会の音楽家記念礼拝堂に設置された。メルバはコベントガーデンのロイヤルオペラハウスの大階段に大理石の胸像が飾られた二人の歌手の一人である。ちなみにもう一人はアデリーナ・パッティである。メルバが1906年に住んだキングストンア・ポンテムズクームチクリービ・クローズのクーンウェハウスには彼女を検証する。 グループラークが設置されている。メルバはメルボルン音楽院と密接なつながりがあったが、音楽院は1956年にメルバを称えてメルバ記念音楽院と改称した。メルボルン大学の音楽堂はメルバホールと称されている。キャンベラ郊外の地区メルバは彼女にちなんで命名された地名である。現在のオーストラリアの100ドル紙幣にはメルバの肖像は描かれており、 また彼女の姿はオーストラリアの切手にも現れている。シドニータウンホールにはメルバを思い出せと刻まれた大理石のレリーフがあるが、これは第二次世界大戦中にメルバを記念し、また第一次世界大戦中の彼女の事前活動や愛国的なコンサート活動を称えて開かれたコンサートの際に除幕されたものである。メルバの名は4品の料理にも関されており、 そのいずれもが、フランスのシェフ、オーギュスト・エスコフィエがメルバを称えて創作したものである。メルバの自伝、メロディーズメモリーズは、1925年に出版されたが、これは当時彼女の秘書を務めていたビバリー・ニコルズが、ゴーストライターとして大部分を書いたものであった。メルバについての本格的な伝記は、ジョン・ヘザアントン、テレーズ・ラディチ、アン・ブレイリーなど数点ある。 ニコルズが1932年に発表した小説イブンソングはメルバの日常生活のいくつかの側面を踏まえたもので飾らない筆致で主人公を描いている。この小説を元にした1934年の映画夕暮れの歌ではメルバを元にした主人公をイブリン・レイが演じたが、この映画はしばらくの間オーストラリアでは上映禁止となった。 マーティン・ボイドの1946年の小説、ルシン・ラ・ブレイ・フォードにもメルバが出てくる。題名になっている主人公の両親が開いたガーデンパーティーにメルバが登場し、ダウン・イン・ザ・フォレスト・ラボ・ボエーム・ノム・ゼッタの歌、最後に波乳の宿と数曲を歌う。メルバは世界一愛らしい声と描写されている。 1946年から1947年にかけて、クローフォードプロダクションは、メルバを取り上げた連続ラジオ番組を制作し、その後1956年にオーストラリアンオペラの設立団員の一人となったグレンダ・レーモンドが主演を務めた。1953年には、メルバの電気映画、メルバが、ルイス・マイルストン監督作品として、ホライゾン映画から公開された。 この映画でメルバを演じたのはソプラノ歌手パトリス・マンセルであった。1987年にはオーストラリア放送協会がミニシリーズメルバを制作し主演のリンダ・クロッパーは歌う場面ではイボン・ヌ・ケニーの歌声に合わせてリップシンクをした。2013年の ITV のドラマダウントン・アビーシーズン4第3話ではキリテ・カナワによって演じられた。 ありがとうございます。